本日の対談のお相手はお忙しい中お越しいただきました株式会社ファランドール部長でいらっしゃいます田島誠さんです。お越しいただきましてありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。先日、はい、あの横浜の、ね、はい、シルクセンターでお目にかかりました、はい、あれはあの、この対談でもあのお越しいただきました、うん、盛岡大学の、名誉教授で岩手ですね、すみません、はい、岩手大学の、名誉教授の鈴木先生、はい、本当に素晴らしいお話でしたね。そうですね、鈴木先生とはお長い。そうですね、もうこのファランドールを通してですけれども、うん、先生はもうずっと天蚕の研究、はい、まあ、昆虫学ということで天蚕の研究をされていらっしゃって、はい、うん、もう7年ぐらいのお付き合いをさせていただいて。はい、天蚕といってもね、皆さんよくお分かりにならないと思うんですけれども、 あの 天、ね、天の、お蚕ということですよね、はい、天のお蚕ということは、うん、私は今あの一本のクアプロジェクトということで、はい、予算というのをね、あの日本の若者と、今ある知識のある、お年寄りの方と一緒に地方活性ということを考えてるんですけども、はい、予算と天産というのは、うん、まあ、違いますね。そうですね、飼ってる、うん、もう飼い子の種類が違いますので。違いますね、はい、それであの鈴木先生のお話で一番びっくりしたのは、はい、うん、まあ、本当に私素人みたいであれなんですけども、養蚕の場合はね、糸を取るために人が手を下して、はい、まあ、まあ、たくさん取るために年4回でしたっけ、うん、はい、そうです ね、4回、自然的ではなくて、まあ、人工的というか、ね、起こして、はい、そしてまた繭を作ってっていうことを繰り返すわけですけどね、はい、この天蚕というのは、はい、もうこれは年に1回しか取れない、うん、と言いますのも自然なまんまで、うん、まあ、自生していたままの状態でしか育たない繭になります、うんうん、そうですね、はい、その自生も養蚕はあの桑をね取って人がこう与えるんですけど、はい、この天蚕というのは、はい、もうクヌギの木についたそのまんまですね、自分で葉っぱを食べ、うん、卵から生まれですね、うん、葉っぱを食べ、うん、大きく成長して、その葉っぱの中で繭を作ると、うん、そしてガになり、うん、またその木に卵をつけて一生を毎年繰り返しているという自然の蚕になります。そうですね、だから昆虫の営みそのものということなんですね。そうですね、で四季をそのまま春夏秋冬っていう、はい、ここのあのなんていうのルーティーンをそのまんまその一緒に、まあ、卵を産み、そしてさなぎになりとかっていうことを繰り返しながら自然にできた、はい、ここにね、はい、あるわけなんですけどね、この緑色のね、え、実はご紹介遅くなりましたが、私がちょっとね、うん、着させていただいているこの着物が、ね、あのこのね天蚕っていうことになりますね、はい、もうこの色そのものなんですね。え、そうなんです、もうこれ自然な色を、自然の色、はい、そして田地さん、はい、お召しになってるこのネクタイも、はい、この自然の色そのものなんですよね、はい、そうですね、だからなんとなくこうなんでしょうね、あのケミカルな感じしなくて、本当に天から恵みが、はい、ね、降りてきたような自然のままの、はい、そのまんまの色に見えますね。そうですね、ちょっとこう蛍光色のようにもう本当ですね、虫の方も本当蛍光色のように、ね、そうなんですか、はい、もう幼虫自体がもう、蛍光ペンの緑のような本当透き通るエメラルドグリーンの、虫がこの緑の繭を吐くんですね。は、茶色だとちょっとなんかね、うん、そうですね、ちょっとうって思うけど、うん、はい、そんな蛍光色のニョキニョキという虫がね、イモムシみたいなちっちゃいのがいたら可愛いですね、はい、そうです、またこれが少し大きくて、もう本当に大きい、こんな虫が、はい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 、私アゲハチョウの、はい、幼虫がね好きで、小さい頃、まあ、今はちょっとそういう気持ちにいられないんですけど、はい、アゲハチョウの幼虫がみかんの葉っぱしかいないんですよね、うん、みかん、はい、だからあれ幼虫がみかんの匂いするんですよ。そうですか。で、こうね、体が黒いところになんかいろんな色のブチ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 ってあるんですよ、はい、すごい好きで、なんだか知らないけど今ふと思い出しましたね、はい、だからみかんの匂いがする、まあ、みかんの葉っぱしかにつかない、うん、っていうことはこの天蚕も、はい、クヌギだけではないんです。だけではない、はい、実はクワ、白い方の繭はクワしか食べないです、うん、
あ、白いおのぼりはね、はい、こちらの白おのぼりはしか食べないそうですね。ですけど今のあの天産というのはこれクヌギだけですね。ですね、クヌギ、コナラ、まあ、本当に雑木林にある日本の里山にある木をですね、はい、マテバシーです、シーの葉っぱとかも食べます、うん、というのはこれやっぱ性を残していくために一種類しかなかったらその木が枯れてしまったら全滅してしまうんですけども、この子たちは自分が生き抜くために多様化してます。そうなんです。そうですね、雑木林っていうのは今まさにその日本になくなってきている。あれ雑木林ってこのあれですよね、あの生命のこう、そうですね、ね、はい、輪廻というか、輪廻というかこうサイクルがね、葉を落として腐葉土になって、栄養になって、はい、土が肥えて、はい、肥えてる土からまたいい木が生えるってね、はい。